ご機嫌ゲーム実況者の北です。インフィニットラグランジュやっていきたいと思います。現在ですね、トロヤ結晶体採掘協定を選びまして、三角座 V494 で遊んでいます。今回のテーマはですね、シーズン5ガチャということでやっていきたいと思います。はい、ということでまずはじめにですね、農業プレイということで感想からですね話していきたいかなと思います。今シーズンはですね、農業プレイを中心に遊んでみました。感想としましてはですね、まず一つ目としましては、環境についていけなくなるという点ですね。どうしてもですね、まったりプレイしていますので、環境についていけなくてですね、少しこう遅れてしまうかなというところがあります。二つ目としましてですね、想像以上に暇というのがありますね。 PVP とかですね、都市攻略がなくなりますので、結構ね時間に余裕ができます。ですので朝の4時にですね、 PVP の対策をしなくてよくなったのはとてもですね、虚弱体質なユキターにはですね、とても良かったかなと思います。あと3つ目としましては、思った以上にですね、 PVE ですね、そのコンテンツの少なさを感じました。もう少しですね、 PVE コンテンツあってもいいのかなというふうに感じます。あと4つ目ですね、資源の抱え落ちが多いなというふうに感じます。結構ですね、ユニオンとかでこう資源を抑えているんですけど、シーズン終了まで使い切らないという例があるのかなというふうに思います。ですので、もしよろしければですね、こう農業系ユニオンの方にもですね、ちょっと資源帯の方を開けてもらえると嬉しいかなという感じはします。今シーズンもですね、こちらですね、戦略的共同開拓契約ということで買ってきます。はい、手続き完了しました。はい、ということでガチャということで、狙いはですね、優秀な護送艦コルベットが欲しいです。ソーラーホイールがですね、結構かぶりまして、現在4ということで、ソーラーホイールメインで使いたいので、優秀なコルベットがですね欲しいかなというとこです。よし、まずは1回目来い。コルベット、コルベット、ほい。はい、残念、研究ポイントと技術ポイントでした。なんかね、これ当たるおまじないとかないんですかね。ちょっとこう叩いてみよう。叩くと、ああ、なんかね、こういうふうに、こういうふうにやったりしたら当たんないですかね。はい。研究ポイントと技術ポイントということで再放送でした。よし。続いて引いていきます。さあ、どうでしょうか。はい。白いので外れです。研究ポイントと技術ポイントということで。そういえばですね、最近画質がアップデートされましたね。すごく綺麗になったんですけど、綺麗になりすぎてですね、画面がカクカクになってしまいまして、通常遊ぶときには画質落とさないとちょっと不便になりましたね。ということで、研究ポイントと技術ポイントでした。いつも通りですね、農業プレイのためにこうログインしましたところですね、追加データの方をダウンロードしまして、そうしたらまあカクカクになってしまいまして、その代わりまあ画像は綺麗なんですけどね。今回はですね、収録用に最高画質でやってみたんですけど、どうですかね。まあ多分ガチャ画面はそんなに変わらないとは思うんですが、ここら辺の画面とかすごく綺麗になりましたよね。よし、ということで引き続きコルベット狙って引いていきます。さて、何が出るかな。はい、白ですね。研究ポイントと技術ポイントですね。さあ、どうでしょう。はい、これも研究ポイントと技術ポイントですね。さあ、どんどん引いてきます。そろそろですね、設計図1回くらい来てどうですか。来ないですね。さあ、どうだ。はい、白いですね。よし、それでは引いてきます。来い。さあ、どうだ。研究ポイントと技術ポイントでした。よいしょ。さあ、どうでしょう。来ないですか。来ないですね。さあて、どうかな。そろそろ、あ、来ないですね。来ないですね。いつもなら1体くらい来そうなのですが、はい、白いですね。そういえばですね、インフィニットラグランジュも結構やってるんですけどね、私はですね、未だにですね、この金設計図ですね、それがないというね。どうしてもですね、これバランスよくポイント振ってしまうので、金設計図にならないんですよね。よし。やっぱりあれですかね、金の上はプラチナとかあったりするんですかね。さすがにないか。はい。はい。さあ来い。さあどうぞ。はい。あれ？
あ、でも研究ポイントは2つあるな。これは確定は何回か引けそうですね。よし、さて来い。来ないですね。結局ですね、私支援艦ですね、期限中に間に合わなくてですね、使えなかったんですよね。あの期限若干短いんですよね。基地強化間に合わないんですよね、いつも。前もですね、確か空母でしたか、あれ間に合わなかったんですよね。よし、どんどん引いていきましょう。はい、白いですね。青くなれ、青くなれ。はい、白いですね。きっとそのうち当たるはず。はい、白い。はい、青くなれ。はい、残念、白い。今シーズンはそれにしても全く当たんないですね。いつも当たりすぎてたのかな。よし、残り4つ。さあ、なんか来て。はい、白いですね。さあ来い、佐藤だ。はい、起きた、起きた。うわ、 AC721 か、残念。技術ポイントにしましょう。よし、残り2。はい、白いな。さあ、青、青、青。はい、あー、残念でした。今シーズンはですね、 AC721 体のみということで、ガチャが下振れましたね。まあこんなもんか、きっとこんなもんでしょうね。はい、ということで研究ポイントがですね46ありますので、確定ガチャ引いてきます。はい、3つ買いましたので3つ引いていきます。ここを油断すると大変なことになります。集中して、ほい。はあ、マジか、嘘みたいだろ。 FG300 巻確定ガチャから出るんだぜみたいな感じですね。よし、ちゃんとしたの、ちゃんとしたのってのも変な話か。あ、カリリオンだ。ただですね、私カリリオンですね全部持ってますね。なので技術ポイントになってもらえます。ガチャってこんな渋かったでしたっけ。確率は変わってないですよね。支援艦が入った分だけちょっと渋くなった。まあそんなことはないな、そんなことはないな。よし、ラス1。さあ来て、コルベット。お、マーシャルクック来ましたね。武装航空母艦ですね。ちょっと前に実装されたやつですね。火力のある空母ということで、なかなかかっこいいですね。いいですね、なかなかかっこいいですね。こちらもデフォルトのままだと大型戦闘機が6ということなので、設計図改造したいですね。いい感じでダブってですね、もうちょっとですね艦載機増やしたいかなというところですね。今回はですね、マーシャルクルックスということで、私マーシャルクックとか言ってましたね、失礼しました。マーシャルクルックスですね。こちらがですね当たりました。動画ご視聴ありがとうございます。いつもですねフォローとかいいねありがとうございます。今後もですねゆっくりとはなってしまうのですが、インフィニットラグランジの動画を投稿していこうと思いますので、チャンネル登録とかですね高評価をよろしくお願いします。